遅刻寸前じゃん。な、これなら絶対に遅刻しないだろう。あんたのバカか。希望に満ちた新たな出会いと新たな生活は、あれが行動の前で酔いつぶれてたっていう。入学と同時に灰色に染め上げられていた。ねえねえ、あの人はちょっとかっこよくない？帰って服を着たいが帰り道がわからん。じゃあ私は帰るから。よし、そうしよっか。どうしてついてくるのよ。道案内してもらおうと思って。絶対に嫌。どうして？言われなきゃわからないの？いや、なんとなくわかる。できればはっきり分かってほしいんだけど。じゃあ私は帰るから。お前が一緒に帰りたくないのは分かった。でも俺も困っているんだ。だからお前の服をくれないか。半裸の変態が着ているものをよこせと迫ってきていて。まったー、いとこだよな俺たち。俺の困りごとはお前の困りごと、お前の服は俺の服、そういう助け合い関係だろう。ちょっとやめて、そういうことを大声で言わないで。そういうこと？そのいとことかそういう。なるほど。それじゃあ服をくれなかったら俺とお前が一緒に暮らしていることを言いふらす。わかった。お、脱ぐからお願いします。家のことは言いふらさないでください。ちょい待った、そのセリフって旗から見るとすっげえ犯罪集が。半裸の怪しい男が来ませんでしたか？